お世話になります。一人でございます。今回はポケモンが配布されるということで、その情報を皆さんと共有させていただきたいと思います。今回の配布は、また海外のポケモン大会の記念のやつですね。ちなみにこれ以前からアナウンスがあって、私その配布当日に配布されるまで起きてようと思って、朝5時ぐらいまで起きてたんですよ。そしたら結局配布されなかったっていうね。それで今日配布されたの多分1時ぐらいですから、たまたまその時早く寝た日で、かつ遅く起きた日に配布されるというね。まあ人生なんてそんなもんですよね。で、配布期間は8月16日月曜日までですので、まあ、早く受け取りましょう。遅くなっちゃってごめんなさい。やり方については不思議な贈り物からですね、不思議な贈り物を受け取るで、シリアルコードで受け取るとですね、全然口が回ってないけど、まあいつもなんだけどね。はい、インターネットに切り替えました。私ちゃんと有線 LAN で繋いでるから大丈夫。で、シリアルコードについては、V1CT0REENG1N25 ですね。ですから、ビクトリー ENG、イングリッシュ 1N、全然わかんねえわ。まあまあ、いいよ、そんな理由なんて。毎回解説してるけど、そんなの、今更。はいはい、これで石炭山プレゼントということで、石炭山でございます、プレゼントされるのは。受け取っていきますよ。なんかすごいところついてくるポケモンですよね。まさかそこ来るみたいな。あんまり多分そのこういう対戦とかでもあんま活躍しないような感じのポケモンですよね。でも多分これ誰かが使ってるやつだと思いますので、強くなってるんだとは思いますけどね。はい、石炭山を受け取りましたということでありがとう。一応内容見ていきましょうか。もうこいつかな。オッケーオッケー。やっぱり英語の名前で、だから ENG ってことかな、やっぱ。で、個体値が、最高ダメかも、最高最高最高ということで、やっぱりちゃんとその育成されたね、やつってことですね。で、内容見ると、巨大マックスの石炭山、巨大マックスなんだね。プレシャスボールのメス。で、それで、親がウォルフェさん、っていう方かな。これ多分実際に使ってるプレイヤーの方なんかちょっとわかんないけど、多分おそらくそうなんじゃないかなと思います。で、持ち物が弱点保険で、弱点を突かれた時攻撃特攻がそれぞれぐんと上がるということで、うんうん、まあ私あんまこういうの使い方わかんないけど、まあとりあえず持ってると。で、特性蒸気機関で、水タイプ炎タイプの技を受けると素早さがぐーんと上がるというやつですね。例のやつですね。まあ私に対してよくわかんないんだけど。で、技、守る、メテオビーム、熱風、ソーラービームということで、ビーム2つですね。これはいいですね。もうすっごい適当な解説ですけど。まあまあまあ。でもこれ PP 増えてない。PP 増やす必要ってないんだ。すごい強い人とかでも。ちょっとよくわかんない、そこも。で、控えめな性格だね。はいはい。で、素敵な場所でレベル50の時に運命的な出会いをしたようだになってるからね。ここも珍しいポイントですね。で、あ、バトルジャンプリボンじゃん。ついてんだ、こんなの。バトル大会優勝記念リボン。つけた時の名前、バトルチャンピオン、コアロサス。全然わかんない、読み方が。コール、コー、まあまあわかんないけど。まあとりあえず、これかなり珍しいリボンですね。前確かなんかそういう、あの大会で使ってたやつが配られた系の配布あったと思いますけど、それ確かこういうチャンプリボンとかそういうのじゃなかった気がするけど。だから珍しいんじゃないですか？まあ色違いじゃないのがちょっと残念だけどね。まあそこはいいでしょう。はい、ということで今回は石炭山が配布されるということで、ちょっとね、私の諸事情で、動画出すのかなり遅くなっちゃったんですが、そこでどうか勘弁してください。まあ期間短いんでね、まあすぐ受け取りましょうよ。まあ石炭残念ですけど、石炭山は最高ですからね。テロリストじゃない、ポラリスト。